アニアコーロは、志賀直屋の小説である。雑誌、改造に1921年1月号から8月号まで、前編、1922年1月号から1937年4月号まで、断続的に後編を発表した。志賀直屋唯一の長編小説で、晩年の穏やかな心境小説の頂点に位置づけられる作品である。四部構成。 当初は1914年に、時藤原作という題で、東京朝日新聞に連載される予定だったが挫折、完結までに26年間の時を要した。近代日本文学の代表作の一つで、小説家の大岡翔平は、近代文学の最高峰であると称えている。主人公、時藤原作は、両親に愛された記憶をほとんど持たず、6歳の時に、 祖父に引き取られる。長じて小説家となった検索は、幼馴染みの愛子に求婚するが、それまで検索に、好意的と思われた愛子の母も兄も急に別の縁談話をまとめて、愛子を嫁にやってしまう。それ以来、検索は女性に本気になれず、かつての祖父の目かけで、年上のおえという女に家事を任せ、奉納の日々を送っていた。だが検索は再びに出て、 尾道に移り住み、生活を立て直し、小説執筆に専念する。尾道で彼は、おえいと結婚したいと望むようになり、兄の信行に手紙を出す。信行からの返信で、実は検索が祖父と母の不義の子であったことを知り、苦しむ。苦しみをバネにして真面目に生きようと決意する、検索だったが、次第に、自堕落な生活に戻っていく。 京都に移った検索は、直子という女性を見染める。直子の親族に、自らの出生の秘密を打ち明け、直子に求婚したところ、直子の親族は、検索の秘密を受け入れる。感激した検索は、直子と結婚し、二人は、穏やかな日々を過ごす。やがて、天心に渡ったおえが、ひもんなしになり、京城にいることを知った検索は、 お酒を引き取るため旅に出るが、留守中に、直子が、いとこと過ちを犯したことで、再び苦悩を背負う。検索は直子を許すが、夫婦仲は、ぎくしゃくするようになり、検索は気分を一新するため、鳥取の大山の連機をシーンの離れを借りて別居する。大山に登山した検索は、明け方の光景に強く感動し、すべてを許そうという気持ちになるが、 連気余震に戻った途端に、高熱で倒れる。駆けつけた直子は、助かるにしろ、助からぬにしろ、とにかく、自分はこの人を離れず、何ところまでも、この人に従いていくのだとしきりに思うのだった。この小説は、志賀直哉が、尾道居住時代に着手した、時と検索を前進としている。執筆当初、武者の工事下根圧を介して、夏目漱石から、 東京朝日新聞に小説を連載するよう依頼されたことから、直也は、創世記の心の連載終了後に同時に、この時と検索を掲載するつもりで執筆を進めていた。しかし、一回ごとに山や謎を持たせるという連載小説特有の書き方に苦労する。結局、直也は1914年の夏、松江から、 東京の葬石宅を訪問し、葬石に直接詫びを入れ、連載自体を申し入れた。父との和解後、それを題材にした、和解、ある男、その姉の死を発表したことで、直也は、父との不和が、題材の、時等検索を執筆する、必要性に疑問を感じ、執筆意欲を失う。しかし、主人公が、実は、 祖父の子であったという設定と、そのことから生じる、主人公の苦悩という、新たな題材を思いつき、この長編を執筆する意欲を取り戻した。そして1918年から翌1919 19年頃、時藤健作は、暗夜航路と名を改められた上で、菊池博士の通俗小説、真珠夫人に続く。 連載作品として大阪毎日新聞に掲載されることが一旦は約束された。ところが、名オが途中まで執筆した時、同志からなるべく調子を下げ、読者を喜ばすように書いてほしいという注文が来てしまう。通俗小説を書く気のなかった名オは、その注文に応じることができず、結局掲載の約束は破棄された。その後、 芥川龍之介と一緒に活動写真を見に来ていた雑誌、改造の記者、滝井工作と浅草で偶然会った直屋は滝井に暗夜航路連載の意向を伝えた。これが承諾されると、暗夜航路は雑誌、改造の1921年新年号に掲載された。翌1922年の7月、その前編が新潮社から出版された。 前編の出版時、後編は、すでに、改造史上で連載が開始されていたが、直屋は、その執筆に難航し、断続的な発表を経て、1928年の、掲載を最後に、未完のまま執筆を中断する。アビコ氏の死が直屋屋屋敷跡に残る書斎。アニヤコーロの前編と後編の大半はここで、執筆された。1937年、改造者から、 滋が直屋全集が発行されることをきっかけに、直屋は中断していた、暗夜航路を完結させることを心に決める。そして同年4月、暗夜航路は、改造史上で完結し、その、後編が、滋が直屋全集の、第8巻に収録される形で出版された。時等検索の執筆開始から26年目、改造史上における、 暗夜航路の連載開始から17年目であった。1959年9月20日公開。東京映画製作、東方配給。平和は、サラリーマン10回。ありがとうございます。